ここは道の駅ちくら潮騒王国です。道の駅、今日はちょっと連敗してるんで、ここはね、お魚があるみたいだから家に帰って食べるものを物色しようかなって思います。なんかここは魚市場っぽい雰囲気だよ。すごいアワビとか売ってる。アワビ、サザエ、ハマグリ。調理できる自信がありません。伊勢エビさんも売ってる。調理できる自信がありますね。助っ人のシェフを呼ぶしかない。ウマヅラハギ、あ、これはカワハギの肝が美味しいやつですね。でもなんか肝を買って毒に当たりそう、自分でやったら。わかんないけど、なんかこれお魚をちゃんと調理できる人にはすごいいいとこだね。私には干物を買っとけって感じだと思うんですけど。お腹いっぱいです。干物がね、ちょっとちっちゃかったんだよね。かわいい雑貨屋さんがあります。とりあえずお酒はチェックする。昨日のビールかな。あれはでも立山だからこっち側ないのかな。とても面白かったんだけど、残念ながら私の手に負えるものがなかった。そして干物はちょっとね、サイズがちっちゃかったからやめときました。とりあえず漁船に乗れるっぽいから行ってみようかな。意外に広い感じでした。さて、いよいよ道の駅も次で最後です。次はね、ローズマリーなんとかっていう道の駅で、またお庭があったらいいなって思ってんだよね。あとはどっかでまた干物屋を探すかだな。なんかまたもやユニークな感じです、ローズマリー公園。どんな感じなんだろう。ちょっと思ってたのとは違う。シェイクスピア公園って書いて、あ、じゃない、シェイクスピアガーデンって書いてあったから、そういうイメージなんでしょう。いいかな。なんかね、お庭があったらなと思って、お庭ありそうだったけど、でも昨日のところのがなんかきっとナチュラルな、あんまり作り込んでないお庭なんじゃないかなという予感がしています。
園芸だね。園芸推しかもね。湧き水をいただきに来ました。ここはね、房総名水、暗闇の水、面白い名前。なんか料亭なのか宿なのかがあるんですけど、そこのお水いただいてもいいそうです。ちょっと、あ、ここが水汲み場なのね。ちょっとまずは味見をさせてもらいます。うん、柔らかい美味しい水ですよ。じゃあいただいていこうかな。雨が降ってお水が濁っているけど、あの煮沸とかすれば大丈夫ですって言われたので、お茶用だしね、いただいていきました。ありがとうございます。これにて一泊二日南房総の旅終了となります。パチ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 、すごい楽しかった。特に昨日も今日も朝方はすごく曇ってたんだけど、午後、昼から昼ぐらいから、午後にかけてすっごく天気が良くなったので、青空、青い海を見ながらドライブできたり歩けたりしたのが最高に良かったです。そして桜もそこここで見れたのも良かったよね。なんかフラワーラインは思ってたほど、あんまりお花が咲き乱れてるって感じではなかったけど、その分桜がすごい美しかったです。そして、今回は道の駅を巡るっていうのも一個ちょっとお楽しみとしてやりたいなっていうことで、結局、中に入らなかった道の駅もいくつかあるんですけれども、入らなかったのも入れて6カ所ぐらい行ったのかな、6カ所か7カ所ぐらい行きましたね。あの外観だけを見たのも含めて。でその中で私の一番のお気に入りの道の駅を発表したいと思います。皆さんはどうだったかな。というわけで、ドゥルルルじゃん、堀田小学校です。そりゃそうだっていう感じなんですけど、堀田小学校を一番詳しく紹介して、今回旅に、今回の一泊二日の旅にすごい感じたのは、やっぱり私は自然の風景が好きなんだなっていうことでした。道の駅も地ビール買ったり、地元の特産品を見たりするのももちろん楽しいけど、でもそれ以上になんかこう知られてる観光地とかじゃない、なんかちょっと山道を走ってそこの桜が綺麗だったとか、あのローカルなあのお食事どころに行って、そこの、おじさんそこの、店主さんとの会話が良かったとか、そういうなんかこう何気ないことにすごい喜びを感じるんだなということを改めて感じたので、これからもあんまり知られてない場所に行き、その良さを皆さんに紹介できたらいいなと思っております。というわけで、今回もお付き合いいただきありがとうございました。次の旅はどうかな、ちょっとまだ決めてないんだけど、本当は5月に立山、ここの立山じゃない立山、富山の方の長野の方の立山に行きたいなと思っていますが、割と2泊3日とかの長旅になるので、まだ行けるかどうか分かりません。でその後決まってるのが6月の島根、そして7月の石垣島です。でちょいちょい間に山にも行けたらいいなと思ってるので、またどこかでお会いしましょう。ではまた次の旅で。
バイバイ。